はい、ノリ動画サブちゃんへようこそ。はい、本日はこちら15アールの畑でこの防虫ネットを下ろしに来ました。毎年この5月の季節にネットを下ろすような状態にしております。でネットの方ですね、うちの畑では2種類下げてます。以前から私の動画を見ていただいている方ならわかると思いますが、今回初めて見る方もいらっしゃいますかと思いますので再度ご説明いたします。でこちらの方ですね、ネットこのオレンジ色の方は防虫ネットになります。でちょっと映ってないかもしれません、向こうのですねブルーのネットですね、あちらは防風ネットです。でこの畑は西からの風が非常に強いので、常に防風ネットはもう下ろしたまんまになります。西側だけに下ろしてあります。でこの防虫ネットと防風ネットですね、防風ネットはまあ名前の通り風を防ぐネットになります。目の方は比較的粗めですね。でこちら防虫ネット、オレンジの方はものすごく目が細かいネットになります。まあ、名前の通り虫の侵入を防ぐものになります。この話をするとですね、今からこれ下ろしますけども、まあ横だけなんですね、周りだけなので上にネットがないので意味がないんじゃないんでしょうかっていうご質問を受けます。でこちらの方はですね、主に防虫といいまして、カミキリムシとかの虫ではなくてアザミウマ、スリップスですねの侵入を防ぐために下ろすネットになります。でアザミウマの方は毎年だいたい6月ぐらいから発生します。なので事前に今5月くらいに下ろすということをしてるんですけども、この防虫ネットはこのオレンジ色に意味があります。これは虫の目から見た際において、このオレンジ色のネットは黒く見える、そういうものになるそうです。下ろすことによって黒くなってしまいますので、中にイチジクの木があるという認識が虫からはしにくくなる、なので虫が侵入しにくくなるというネットになります。でもしですね、黒いところにこう突っ込んできても目が細かい、いわゆる、アザミウマが侵入できるほどの目の大きさではないために中に侵入しにくくなるという、そういうネットになります。で毎年、まあ、下ろしっぱなしの方もいらっしゃるんですけども、うちは全部冬ですね、収穫が全部終わって片付ける時にはもうすでにこう畳んでこういうふうに巻いてあります。まあ、理由は雪が降るからですね。雪の重みでダメになってしまうといけませんので、このような形で毎年巻いてるんですけども、まあ、近頃暖冬であまり意味がないのかなという状態になってますけども、まあ、やはり網の持ちを良くするためには上げた方がいいのではないかなと思い、毎年上げてやる状態になります。ではこちらの方ですね、上げるときはちょっと高さがあるんで馬ですね、いわゆる三脚がないとちょっと締められない部分はあるんですけども、下ろす場合は簡単にこう引っ張れば下ろせる状態になりますので、この15アールの畑ですね、今から下ろしていきたいと思います。Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Sun rays and I...
では防虫ネットを下ろしていきます。まあ、この辺は縛ってあるだけなのでほどくだけですね。あ、でも半年近くこう巻いてやる状態になるのでだいぶ癖がついてますね。まあ、これは下ろしてしばらく経てば馴染んできますのでこの辺は問題なしです。ただやはりですね、このオレンジ色のネットもまだこれオレンジ色ですけど紫外線に当たるとわあ、ここはもみ殻が風で飛んでるのが入ってる。紫外線に当たるとどんどん色が黄色くなっていきますんで、まあその辺で寿命が来るのかなという感じ。わあ、すごいもみ殻が、ここはちょっとすみません、もみ殻がすごいもみ殻がすごい、ここにもみ殻が積んであるんでそれが風で飛んでここに入ってますね。わあ、すごいよ。はい、そういう形でこうどんどん、まあ、ほどいてやっていくだけなんで非常に、まあ下ろすときは、あ、これ外れちゃってる、下ろすときは簡単です。しまうときが大変ですね。あ、ここも外れてる。しまうときはもうこの畑をやるだけでも半日はかかりますね。まあ、しかもあの登ったり降りたりしなくちゃいけないんでここはまだギリギリなんとか届くんですよ。まあ、その代わり腕痛なりますよね。やっぱ上向いたまんまでやるのと手がずっと上になるのでものすごくだるくなります。こちら今西側を下ろしてます。ここはもうギリギリの高さですね。私とすれば下ろすには何もなくてもいいんですが巻き上げるには三脚がいる高さですね。なのでこの畑は巻き上げる際には半日ぐらいかかって巻き上げます。下ろすのは30分もあれば下ろせるかな、そういう、よいしょ。はい、で、チャンネル戦メンバーシップですね、開始させていただきまして、間もなく1ヶ月経とうとしてます。当初ちょっとどうなるかなと思ったんですけども、ご加入していただける方がいらっしゃって非常に嬉しいです。はい、ご加入してくださった方本当にありがとうございます。はい、でご加入していただけている方は、コミュニティの方でメンバー専用の、コミュニティがありますのでそちらの方で非公開の写真ですね、動画じゃありませんよ、写真になりますのでそちらがご覧になれますのでどうぞそちらをご覧ください。あとそれと、専用のバッジですね、書き込みをする際においてお名前の横に専用のバッジが、加入している期間によって色が変わりますけどもそういう表示が出るようになっております。あと専用の絵文字ですね、カスタム絵文字の方が使えます。これはあのチャットに利用できるものになりますので、ライブをしたなんする場合において使えるんですが私の方のこのチャンネルではまだライブは一度もしておりませんのですいません使えておりませんが、まあ、その代わりにプレミア公開ですね時たまやらせていただいていますがプレミア公開の時にはチャットを入力ができます。でその際には専用の絵文字が、現在は5つですね使えます。これはすいません加入されている人数によって数が増やせる仕組みになっておりますので、まあ、人数が増えればまた新たに作っていきたいと思います。今は5つまでと、当初は4つだったんですけども加入していただいたおかげで数が増やせるようになりましたので、絵文字を増やさせていただきました。ぜひ、プレミア公開の時にチャットしていただければ嬉しいです。ライブですねもうやりたいと考えてます。プレミア公開以外ですね、ライブの方は3000人到達したら生放送ライブをやりたいなというふうに考えてます。時間的には
夜の9時ですね。夜の9時から10時ぐらいの1時間ぐらいをめどにしてやりたいなというふうに考えております。まあ、1時間ぐらいのつもりでやりたいというふうに思っております。もう少しでよいしょ下ろし終えるかなというような、はい、ということで防虫ネットの方を下ろしました。まあ、あとですね、うちの方では2枚3枚かこういうネットですね、防風であり防虫ネットをしている畑がありますので、そちらの方も随時こう下ろす作業をしていきたいと思います。私の方のチャンネルではイチジク栽培に関する動画をアップしております。もしよろしければチャンネル登録高評価のほどよろしくお願いいたします。今回の動画は以上になります。次回の動画でお会いいたしましょう。